なおちゃん、なおちゃんの愉快な不動産屋さん。 すげ。画面に花が。はい、火曜日の夕方六時を回りました。なおちゃんよちゃんの愉快な不動産屋さんのお時間です。はい、こんばんは。こんばんは。私二週間ぶりでございます。そうですね。はい、先週はどうも。失礼しました。いやいや全然大丈夫でした。すみません。ありがとうございました。まあ、でも、ドキドキしましたね。また。ちょっとおかけさまで、ゆっくり妹家族とも。 ああねはいちょっとうんこれは旅行ですかいやいやそのあの遊びに帰ってきてるですそれでうんいやでも寒いですね先週から寒いですねちょっと日が陰るとね今も冷たい空気がねあるんですけどでも昼間はね今日はポカポカしてたんじゃないですかそう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 太陽出てねまあ明日からまあそういった感じであそうなんですかうんああ ちょっとずつ気温も上がってくるみたいでね。ねもう、もう春ですか、そんな感じかないや、もう一回寒くならないかね、どうかね、もう、旧歴でいうとね、今週、うん ?15 日が木曜日か、木曜日が大晦日になるのかな、16日が9勝ということで。 暦、うん、でね、旧の暦でいくと、まだ<ー>、うん、年末ですからね、そ,そうでした、<laughs> すっかり忘れてました、旧ょですね、うん、ようちゃんたちのね、あのおじいちゃんたちの、はい、僕たちは旧正月を迎えるんですけれどあ、そうでしたね、<laughs> すっかり忘れてました <laughs> ま,あまあまあまあ、でも、うん、今はどうなのか、板間の方とかもね、結構、旧ょでやるっていう。うん

家族は皆さんで帰るっていうその帰った時にちょうどお正月旧の正月に当たるんであの早期そば沖縄そばか年越しそばじゃないけどもいいタイミングですね年越しいいですね確かちゃん今週末ねいよいよありますねいよいよです日曜日日曜日何時スタートですか 9時スタートだったかな、ちょっとはっきりしないんですよね、結構のんびりしてるタイプなんで、そその辺はうですよ沖縄市でね沖縄マラソンが開催されるとそうなんですよ、沖縄マラソン2018、フルマラソン、4時間半いけるかどうかというところで去年は特に去年はフルマラソンは走ってないですか、じゃあ、結構久しぶりのフルマラソンはね、結構、時間空いてますね、20代後半ぐらいが最後じゃなかったかな。 27とか10年ぐらい経つのかな、もしかしたらおお、そうですか、なんかねえ、近く、身近に出る人がいると、僕なんかもわくわくするんですけどね、業者会の会長も、えっとですね、そのちらっと聞いたんですけど、ちょっと調整がうまくいかなかったので、ちょっとね、怪我されたので、まあまあまあ、それもありますからね、そうみたいですよ毎年、地元の、その、 有志で、参加されてるということでして。ね、すごいですよね。まあ、でもね、去年ちょっとね、あの。に僕なんかの授業で。ソフトバレー、ボール大会を企画したら。なんと。えっと、準備体操の前に、ちょっと足をひねっちゃう。怪我しちゃってですね。まあ、まあ、まあ、ちょっとね。あそこはね、足場がね、人工芝なもんですからね、ちょっと。足を取られてしまってっていうのも。そうですね。 その会長なんですけれども、何かね、この前、会議があってね、ぜひ番組、また出たいよという予定では来週か再来週、20日、もしくは27日に出ていただけるということで、楽しみにしてますけれども、またあさってね、僕なんか会議があるのでね、ちょっと話しましょうか、どちらに出ていただくかというところですかね。そうでですねぜひお楽しみにといこ はい、この番組はどちらも沖縄市で不動産業を営んでいる、えー、なおちゃんこと大波不動産いはな親とようちゃんこと沖縄・美ら島不動産浜崎陽一の、えー、この2人による日々の何気ないことから、はい、不動産に関する情報やお悩み相談まで時,々ゆるく時に々お届けいたします番組中メッセージを募集していますので、えー、どうぞ不動産に関するご質問やお悩みなどまたその他何でもいいですのでぜひぜひメッセージをお寄せください、はい、メールアドレスは また、FM コザではユーストリームとツイキャスでなんと全世界に向けて生配信中でございます。えー、お手持ちのパソコンとかスマートフォンからご覧いただくことができますので、はい、ぜひぜひお楽しみください。よろしくお願いします。 ということで先ほど兄貴からメール来てましたよありがとうございますやったちょっとご紹介いたしましょうはいまあまあ今日もゲストさんいるのかっていうところで僕がちょっと今日はいないですってまあまあすみませんゲストさん今日ちょっといないんですけれども沖縄のマラソンの話があるよなということでああということでありがとうございますと返信しましてそしたらあのまあ 僕と出場,出場予定だった会長のために、うん、俺の事務所前に給水場をやってあげるよということで、<laughs> コースからだいぶ外れてるんですよ。<laughs> はいはい、<laughs> またまた <laughs> ここ、ここに、この給水場に行ってしまったら、多分失格になりますし、そのまま飲み会になるんじゃないかなぐらいの勢いなので、<laughs> だいぶ逸脱しますね、はいまあ。ありがたいことではあるんですけれども、あ<ー>まあ、にお断りいたします <laughs> <laughs> そうですね、<laughs> 走ってるところまでは行かないんですね。<laughs> いやいや、もし見かけたら声援だけで結構ですいますそうですね、そっか、日曜日、うん、僕なんかはちょっとどっかでスタンバイしてるかもしれないそうなんですか嬉しいですね、確かね、9時スタートだったと思うんですけども、そういえばさ、何かラジオで聞いたんだったかな、なんか日曜日、広島カープのんかがパレード、パレードもんだ。 これが何かあるって聞いたような気がするんですけど今週末じゃないですか違いますかその情報まだ未確認でございますまあちょっとちらっと今思いんかそういえばって感じなんですけどちょっと詳しい情報してる方はぜひ教えてくださいよろしくお願いしますねか何時スタートだったんだう何時スタートだったのかなと思ってさあ大体9時じゃないですかフルマラソンはで 午後十キロは3時半だったかな確か、うん、10時から10キロマラソンがる始まるんだったか、うん、この間ねだからちょっとあのーうん、まあベースの中は入れないので、うん、このロードレースっていうかその外回りっていうんですかね、はい、そこを試しに走ってみようと思ってやったんですけどうん、うん、20キロ地点手前ぐらいですかね滑つ方面を越えてからあたりで膝と、うん。うんうん あと足の付け根が痛くなって、はいはい、かつあの靴ずれも起こすという,<ー>もう痛みのオンパレード状態ですよ。それでちょっとあやばいと思ってこの、まあ、日は、うんまあ、嫁さんにちょっと緊急出動要請をしてですね,そうですかねヘルプしてもらったんですけれども一応歩けるところまで歩いて<ー>でその後も一応ちょっと膝の痛みとか治って付け根が治って、うん、でまず靴ずれも治って。 ちちょょここと練習してたらやっぱり膝に痛みが出たりとかで付け根に痛みが出たりとかあって多分走り方の問題かな靴が大丈夫なんですかあの靴もね多分結構立つんだよね買ってからで去年の話しましたっけこのタイム測りやつタイムっていうか距離とか測るやつがあるじゃないですかあのアプリそうそうそうナイキプラスっていうアプリで今累計走行距離が450キロぐらいになってるんですよ おお。その分、靴もね、履き潰してるんで。うん、そろそろ、ちょっとクッション性がなくなってんのかなみたいなあ<ー>。ああ、なるほど、買い替え時なのかもしれないですね。まあ、でも、今。今買い替えたら、もた。ちょっとね、ああ、そっか。ランナーって、こういうのも考えないといけないですね。ねだから、ちょっと、今の。道具もね、まあ、靴擦れの方は、ワ,ワセリンと、あと、あーテーピング。うん まあなおちゃんとかなると裸足でねえ裸足もいいって言うけどねねなんかあれらしいですよアフリカの選手なんかは屈折しないらしいっすあそうなんですかあの足の裏とかも裸足であの走ったり練習したりするからもう皮が硬くなっててあそうなんですね強いらしいです誰でしたっけブブカ選手っていう方でしたっけなんかねはいなんか有名な方いましたけど 2月18日、フルマラソンがスタート9時から<う>フィニッシュが3時15分、うん、ということですね。はい、これ、どうなんですか、誰か周り、誰か一緒に走る方とかいるんですか一緒にではないんですけど、一応、同級生も1人走るってことで、ああまあ見かけたら一緒に走ろうと言ってるんですけど、何せこの、こいつが早いんですよ。ああそうで,すかでも、スタートぐらいはなんかね、まあ、最初らへん、おいやついていくのがやったかもしれない。<laughs> だって、目標タイムが3時間台ですからね、ああ4時間切りっていう。ああそうです 僕なんてその分ですからね一人でスタートを切ってなんか孤独な戦いが早すぎていやでも大体もう音楽聴いてるんで大丈夫ですかその辺は大丈夫ですかハーフマラソンの時もねほぼ一人ほぼ一人というかでもなんかマラソンの時って確かに辛い時に友達とかがいたらねちょっと励ましながらっていうのもありますけども基本自分次第じゃないですか歩くのも走るのも。 だからその辺は別にも慣れてるかなという感じですねでも寂しいのは寂しいですよ頑張れ頑張れいますよ孤独に負けるなまあ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 自己満足的なところありますからねマラソンなんてのは終わったうそう、ビルが美味しいとはいそうですよね いはい、じゃあ1曲いきましょうかはいえとじゃあ何にしようかなうんじゃあちょっとね、うん、今オリンピックも開催してるのであそうですね。ちょっと雪つながりではい、えー「ラルカンシェール」で「スノードロップ」はい さっきで間違えたかというと、この上のパソコン、あ始まりました。え、失礼しました。大変失礼しました。曲の途中だったんですけどね、ちょっと調べ物してたら、ちょっと余計なボタンを押しちゃいましたね。すみませんでした。いえいえ、とんでもないです。まあ、こういう日もありますので、まあ、それが醍醐味ということでね、うちの放送の。 はい、いやでもね、さっきもちょっと話したんですけど、靴ずれ対策のなんか術を知ってる方がいらっしゃったらもう、ね、ぜひ教えてほしいんですけども、も、ね、股関節、膝は良くなってますねあの、痛みが出なくなってます、一応は。うん、昨日もおとといも、一長距離、まあ、中距離ぐらいですか、ね、20キロぐらい、うん、と12キロぐらい走ってるんですよ。はい、でそれで一応、うん、痛みは出て,てなかったので。うんまあ 落ち着いて走れば。と、うんはい、いうことなんですけど靴ずれがね、うん、あと乳首 <laughs> ああこれ結構意外とねあのー、ね昨日、はい、走ってる時気づかなかったんですけどね。うん 帰ってきたシャワー浴びたらしみるんですよそれからちょっと痛みがこれあれですよばんそうこうばここですよねやっぱりはいテーピングをバッテンにこうバツバツ印のように貼ろうかと思ってもしくは今も売ってるかななんか前生えってたんじゃないあニプレスみたいなーかねテニス選手がねよくやってたあんなのいいんじゃないですかセクシーさもセクシーは求めてあそうんか最近セクシー路線かなと思ったけど ままああでも気をつけながらでも本当に痛みが出るとねちょっと走る気なくなってくるんでねそこをちょっと気をつけながらやりたいなと思うんだけどどうなんでしょうね皆さんどういう対策してるのかでまたねこの一緒さっき言ってた同級生一緒に一緒にっていうか彼も出るっていう彼ね理学療法士なのでねテーピングのすべとかすべて分かるわけですよだから万全の体制で臨むことができるあこういうのあっちの会場でもやってますかねあるんじゃない受付みたいなあれ 履くあのなんかスパッツがあるさねなんかそういうちょっとああサポート機能がついてそうそうそう,そう持ってるのは全部サポート機能ついてないやつでねあ,あんなのも検討したらあれ,、うん、あれだから手軽なんじゃないですか、うん、分かんないけどまあまあ何かしらちょっと対策をしながら、はい、ということでねそう,ですねうん誰かいるかな近くに出る人もうこの年になってくれた方がいいなあとねあれね荷物預かって なんか有料であるらしいんだけど、前日から預かるのかな。あ<ー> <laughs> え、前日から。<laughs> うん、いや、前日にあのナンバーカード取りに行くもんだから。はい。その時にもし有料のものおかかるんだったら、そこにぶっこんどいて。うん。っていう。その方がいいの。うん、で、当日はもう。何も持たずに行って。あー。 終わっった後にも荷物を取るだけてそうそう体育館に有料手荷物預かり所があるんだけどね、うん、多分あのその体育館の倉庫を利用してうん、うん、そこに保管するんじゃないのああ番号制でね大体、うんうん、そうなのかなと思ってたけどうそうそうそう,そう、うん、だからねまあそうなんだよな終わったらどうしようっていうのが一つの楽しみでねお<う>まあ日曜日じゃないですかはい まあどこもお見さ入てないと思うんですけど焼き肉やか,からああガッツリ肉を食べたいと、うん、そうそうそう,そう打ち上げを、うん、<laughs> 一人打ち上げも寂しいねええ <laughs> <いい> <laughs> そこは家族とか <laughs> なんでそれこそもう帰ってるのかなその妹家族さんそう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 あ,あそうですか、そのそうちょうど午前うに帰るんで、そうなんだ、うん、なあじゃあもう兄貴とビアガそう どうですかね、兄貴。<laughs> <laughs> ビアガーデって、寒いでしょ、今。<laughs> 入ってないでしょ。あ、そうか。もう、わり。お疲れ様です。山内 <laughs> さんが帰らに、帰ります。<laughs> <laughs> まあ、そんな感じで、まあうん、今からドキドキしてますよ。はいはい、そうですか。今週は調整、調整ってことで、ね、今日はもう。うん、昨日、一昨日、ちょっと長いけど、走ってるんで。そうだね。無理は休を取り。しない方がいいんじゃないですか、今の。 段階だとねあし明あさってをちょっとまた軽く走って本番に備えるというところですかね頑張ってください,いはい、ありがとうございます <laughs> なんかその妹さん家族と何かどっか行ったたりしたのいやうちの嫁さんがあのーまあ、ファミリーカー持ってるんで、うん、それでちょっと美ら海まで連れてったりとかはありますけど僕はもう仕事があるんで,う,でうん 昨日そういえば子供の国行きましたねお<う>、うん、子供たちも連れてはいはい、はい、どうでした象さんがね、うん、サービス精神旺盛で<う>あのー、この寝っ転がったりとかして、えー、また立ち上がってあとかてそういうのをやるや,やってくれたんですよ2回ぐらい見に行ったけど最近ですよ俺も初めて見ましたよ たまたま最初あの奥の方のなんか給水するところなのかなそこにいてあいやお尻向けてるねってからそれでじゃあ行こうかって言った時に動き出したからあ来た来たーって言って真ん中にちょっと山みたいのがあってそっちのそこでなんか遊び出したからなんかやってるよーって見てたら急にゴロンってなってすげーってなって自分の意思でってことですねそうそう自分で自分でその飼育員さんがなんかこうそういうゾウ使いとかではそういうのではなくて楽しかったですよ相変わらずワニが動かない あれびっくりするぐらいでかいけどね。うん。まないよね。脳には置きいものじゃないかなという。そういう疑いがね、出てくる。結構いるよね。いるいるいる。ちょうど、あの、なんか高いところがあるじゃないですか。物みたいみたいな。そこからよく見える。何匹もいるなと思って。そうそうそう。これ、ラジオで話していいんですかね。すか兄貴が小さい頃に なんかワニが逃げた実験があって昔はでもそういうのなんかねん供の子供の国の敷地の外にもんか池みたいのがあってそこで見たと目撃情報の人ですかそう見たとそれで捕獲するという自分でそうそうそうまたまたいや本人がじゃないですよ一人でじゃないですよやっぱり小さい頃ですので周りの大人たちと一緒に。 捕獲すするっっってていいう話にななですねちびっこ大作戦みたいなそうしたらまだ小学生の兄貴がですね、はい「お前後ろからあの何つうの追い回してこい」と <laughs> 言われて <laughs> 一番危険な役どころをちょっと任されたらしくて <laughs> まあまあその時はもう見つからなくて捕まらなかったらしいんですけど、えー、でもこれをこの兄貴がこれ多分夏休みのちょっと話なのかな、うん、夏休み明けぐらいに学校に行って、うん、ほらあの夏休みの 思い出みたいなのをみんなの前で発表したりするさ、うん、そこでこの話をしたらあの授業が終わった後に先生に呼ばれて <laughs> 大問題だと <laughs> 大問題というかなんでこんなつまらない嘘をつくのかと <laughs> 怒られたらしくて,て <laughs> <laughs> でもこれはね人間性を否定された本人が見たって言ってるんだからそれはね <laughs> 頭ごなしにそういうのもおかしいし,、ね、しいで実際、うん、見たって言ってるんだからさ、はい、本当なのにこう 深い傷を残したという話です。<laughs> いやでもね、やっぱり大人の事情があるんじゃないですか。ああ、なるほど。あえて見たことを言ってはいけないと。いや、でもそ,その大人の事情でね、いつも傷,を傷つくのは子どもの心ですよ。<laughs> えじゃあ、どうなったんかな、その輪には。まあもしかしたら今、お下水のどこかで生きてるかもしれないです。<laughs> でも最近テレビでたまたま最近全然テレビ見れてないですけどたまたま見たのでなんだったかなイグアナ鎮守を捕獲するって沖縄舞台でやってましたよ沖縄多いんですってね外来種の種類の数が日本一ぐらい多いってそれでんかやってましたねで映った景色が五クの肘がここ近くへしとかか素手で捕まっちゃうんか魚マジで プレコっていう。の見たことある?。テレピア?。うん、プレコ。プレコか、なんか。いや、ごっつい魚を手づかみで捕まえてましたね。その。めい、名人がですか?。なんか。沖縄の人かな、ちょっと違うような気がするんだけど。その名人の人がいるって沖縄に。はい。ああ。そう、そう、やってましたね。まあ、全部は見れてないので、どうなったのかわからないですけど。どこで、なんだろう。内いでも、なんか象亀とか。 ワニガメがいたとかねそういったちょっと大きめのヘビが逃げたとかっていうのもあるじゃないですか穴がちワニもうとは決めつけられないそうですね本人がもう見立っていてんだからもしかしたらあの辺いるかもしれないですよワニの寿命ってどんぐらいですかね60年70年くらいいるんじゃないですかなんかいきそうな感じであんな動かないからねそうそうそうもしかしたら温存してるからねいつも普段動いたら早いんじゃないでもね そう結構動いたとこ見たことないな飯食べてるかななんか冬はねかかるてたよ説明書きに冬は消化が悪くなるから体温も低くなって餌はあまり頻繁にあげないというああやっぱりそういうんかあるんでしょうねだからすごいよねたくさんの種類の動物がいるじゃないですかそうそうそうあれをね一匹一匹世話してる人ってすごいですよねお世話してるってねうん こんな感じで週末はそうでしたけど、ようちゃん、前、ほら、なんか、名護の桜祭り、あれ、物件調査かてら、ちょっと先週の話なんですけどね、実は昨日ももご案内で、泣き人にちょっと物件が入ったので、そのね、お客様が内地から来て、本から来て、うん、案内してね、そう、桜祭り、もう終わり際でした。泣き人はね、泣き人城司泣き人城跡は、今週で終わりだったかな。 あれ何なんでしょうねうちの事務所の近くの駐車場にも1 2 3本桜の木が植わってて、て事務所の裏手の方にの住宅にも桜の木があってとかあるんですよで少し離れたところのちょっと廃所みたいなところがあってそこにもおそこの後ろにも大きな桜の木があってで一番早く満開になってたのがその廃所の近くのやつなんですね。すごいい綺麗に咲いてて でその次が裏手の方の住宅の方の桜が綺麗に咲いてて、うんはい、で昨日あたりぐらい昨日一おとといあたりからこの駐車場のやつも急にパっと満開になってなんかババラに、ね、今年まんばらというか満開多いんじゃないなんか綺麗に見える<ー>桜がる今年だから当たり年なんじゃないですか桜が。というのも自分なんかお家にもちっちゃい苗木を植えたんです桜の木を。 それがもう45年目かなうん、うん、今年やっと花が開いたんですよああ<ー>、ま、去年まで咲かなかったんでだからなんかすごいなと思ってうんやっぱ気温なんですかねなんかあるんじゃないですか同じ地域にあるんで、うん、結構ねタイミング的には一緒なのかなと思ったら、うん、もうさっきの廃車の後ろのやつは葉桜,葉桜にあってて、うん、あでと思ったらなんか、まあ、こちら満開にとかっていうなんか面白いなと思ってうん まあ、でも北部はもうちょっと葉桜になりかけてましたねなるほどで南下してくるじゃないですか北京し戻ってくる途中に、ねはい、やっぱり満開になってるのをたくさん見るので<ー>、うん、やっぱこれからじゃないですか、まあ、これからっていうか中部も今,がピ今ピークで、うん、またね南部に行くんじゃないですかねなるほど、うん、桜綺麗ですよねここのねあのパークアベニューもね一本二本、うん、満開の桜があって風情がありますなんか花見とかしたいですね 寒いけどね、先週休みのねそに桜まあり、案内は自分一人で行くんですけど、お客様と別れて、途中、八重だけ寄ったよって話したんですけど、雨だったんですよ、その日。でもせっかくだからということで寄り道したんですけど、雨にもかかわらず、いっぱいいましたね、桜、見事に咲いてましたからね。 やっぱりね観光客の方もたくさん増えてますからねその中でねこの時期のやっぱり風物詩といえば名古屋の桜祭りり天本部の桜祭りだから昨日のお客さんにも先週のお客さんにも今いいタイミングで来ましたよとぜひ桜祭り行ってくださいということでね案内しましたけどこれも一つのあれですからね物件に対する物件の立地ですね つまり恵まれてるんですよっていうそうそうそう,そう <laughs> いやいやいいね情報ですからね <もう S 2> このもしかしたら神様が変えって言ってるんですよとかと <laughs> つこうねそういった情報を提供していいふうに捉えてもらえればねそうですねかえ <うん S 2> というかこういう,うちょっと言葉が悪いですけどあようちゃんのキャラだから大丈夫 <laughs> あ,あそううんはいそんな感じです<ー>まあでもまだはっきり決まったわけじゃないのでうん ぜひね、そうなんですよ、遠出する機会が最近ちょっと多いので、そこがね、大変でもあるけど、すするんでよねそうですね、2、3軒、今は北部の方に、えっと、そうですね、そう名護にもあったり、そうですね、いやどうですかね、最近は、でも、賃貸のお客さんは結構ちょこちょこっと増えてきてる感じがするんですけどね、これからじゃないですか。よく まあ問い合わせがいただいたりとかあってうん、うん、まあちょっと一人でさばききれてない部分もあるので大変ご迷惑おかけしてますけれどもそうですよね忙しいですよねうんはいまあまあそんなことでちょっと2曲目 2>、はい、実はあのはい兄貴からリクエストがありまして、うんはい、ありました、はいまあ、今週のこの沖縄マラソンにもかけてですねそうですねバックスランプのランナーリクエストいただいておりますのでお聞きください、はい、ランナーはい 若い時は若い時はといかねこの20代とかはさ最初で早く走ってしまって途中でバテて歩くとか、うん、その考えずにやってたんだけど今回からはちょっと考え直しろうと思ってた <laughs> 多分3 0キロ超えたらもう多分同じような感じになると思うんだけどそ,だ、ね、そこまではしっかり計算して <laughs> 俺も一度走ったことあるんだけど、うん、今思えば。 あの時はできたかもしれないけど今は体にガタが来てるっていうところがあるよねあ,あの時より筋力も取られてるはずだからも<う>ちょっとペース配分をしっかりしないと、ね、途中でちゃんと考えないといけないけうん。ガクーンとねあの時は若さでどうにかなったのかもしれない <laughs> あなたのハートに仮登記のハートにのコーナーでは、なおちゃんとようちゃんなりに不動産に関する豆知識をお届けするコーナーでございます。今、シリーズ放送、シリーズ放送、住まいの購入ガイドという冊子がありまして、全国宅地建物取引業協会、連合会、保証協会。 この2団体が合同で出している冊子の方からいろいろと売買契約のね、はい、まあ住宅の購入に関して、ねまあ、中古住宅のね、はいはい、流れですね、はい、購入の、はい、購入までの流れをちょっとステップごとにご説明しておりますそれでですね本日はあのステップ5ということで、うん、まあ前回が現地の見学に行くステップ4が 現地の見学に行くということでそれをうちゃんの方でお願いしてたんですけどもそれからカメラに収めることが大事ですよという話をちょっとしました見直してみてとかですねちゃんと断りを入れてですよという話ですあの住んでる場合もねありまあそれからちょっとあの物件地見学に行ってですねそれで気に入ったということでじゃあ契約に進めていきたいという。 うん、その際の準備です、ねはい、をいよいよステップ5でご説明していきたいと思います。うんはい、じゃあちょっと大項目の方少し読み上げてから説明しましょうね。宅地建物取引業法、まあ、宅建業に関わる法律ですね以下は宅建業法と言いますけれども、うん、売買契約を結ぶまでに宅建主任者による、うん、今は宅建取引士ですね、うん、宅地建物取引士による重要事項の説明を義務づけています。うんはい 将来の建て替え時にかかる法的制限や、うん、契約を解除する場合の規定などをしっかりと確認しましょう。はい、ということでですね一応この重要事項説明名前の通りですね契約を締結するにあたって、うん、そのそれ契約するのかしないのか本当に左右する内容がすべてね,、うん、ね書かれているということになりますので分からないことは分からないということでぜひぜひねご質問していただいた方が うん、いいと思います。うん、つまりは今中古住宅がまあこの場所に立っているけれども、はいうん、将来建て替えするときに本当に同じように建てられるのかとか、ねはい、そう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 いう確認ですよね。そうなんですよ。で、<ー>もしかしたら建て替えできない再建築できないという可能性があるとう中にはありますからね。そういった制限がある土地もありますので、はいうん、で、まあ基本的にこの重要事項説明書に書かれていることは大きく分けて。 4つあるんですけれども、うん、そこを一つずつちょっと説明していきましょう、はい、まず一つ不動産の、えー、取引との対象となる物件を特定する、えー、事項ということで、うん、どういったことかと言いますとですね、えーまあ、登記事項証明書というものにその不動産の あ所有者とかねどういった権利がついてるかとか書かれてるんですけれどもですねそうですねその内容をこの重要事項説明書にそっくり書き写していきますでそれですとかあとはその建物の平米数だったりとかそういった不動産の表示に関する事項をまずは記入していきますそれプラスあとは所有者がその人かどうかというところも含めてですね所有者本人かどうか売り主さんがそういったところをまず記入していきますね 一番大事なところですかね待ち合わせると大変ですからね。あとはまあ気をつけてほしいのは登記簿に記載された事項を記入していても、うん、まあこれは多分一般の消費者からするとよくわからない部分かもしれないんですけど、うんはい、現況、うん、その時の状況で例えば、まあ、あの増築してる場合とかあるじゃないですかはい、はい、増築はしてるけど、うん、その増築した部分の登記を行っていないとかね、うん 置かなくてもいいとかっていう部分もあるかと思うんですけれども確認まあ見届け部分があるということですねそういった部分がある場合にはそういった部分の説明も受けてで購入する際にはまた登記し直さないといけないですよとかねそ,うねそういった部分をしっかり確認していくのがまず一つ目ですね不動産の表示で次に先ほど申し上げた売り主の表示まあ売り主と所有者は同一人物か これは真の売り主というんですけれども、偽、まあはい、の売り主がいるかどうかもあれですけど、うんうん、売り主に見えるようなっていうそうそうそう,そう,そうで、あのー、本当にその人が、売り主さんがその土地の所有者なのか、建物の所有者なのかという部分で、ですねそれらをしっかり目に見える形で、こううん、まず、事業事項説明書に、うんえー、記載しつつ、うん、まあそれ以外のね、権利書、うん、不動産の今はもう登記え、登記事項証明書、はいあえ、うん なさいたまぜ、うん。まあ権利証でいいのか。権利証とかを確認してもらって、見せてもらって、これを確認していくと。そうですね。で、それがまず二つ目ですね。で、次に三つ目。権利証のこと。登記識別情報。の登記識別情報ですね。今、今、それのように言いますね。で、うん、それを。それを確認していくことが。 ポイント2つ目、はいうん、で3つ目がです、ね、ここが先ほど申し上げた部分ですけど法令に基づく制限の概要、うんうん、これがあの、ま、先ほど言ったように再建築等ができるのかどうかという部分なんですけれどもそれ以外にもじゃ再建築する際に同じ規模の建物ができるのかどうかとかあと、まあ、道路を、ねうん、接している道路は なのかかとそういった部分建築基準法上の道路かどうかそういった部分で一般消費者が普段ん触れることがない法令ですもんねちょっと難しいところもあるのでいわゆる都市計画法とかですね今言ってた建築基準法とかそれ以外にも農地がかかってきたりとかまあまあ中古住宅だったらあんまりないと思うんですけど うん、そういったあの法令上の制限という部分もこちらの方が結構ボリュームがあって、うん、うん記入されています、うん、で主に制限を受ける内容が多いので将来建て替えするときにどのような制限があるか、うん、というものをまず注意して。 聞いいてく必要がありますねこの部分僕たちもねよく説明に困るんですけど専門用語がね並ぶので分かりやすく伝えるところなんですけどただそういった部分でやっぱり分かりにくいとかこの用語の意味はとかっていう部分はご質問していただいて十分納得した上でね契約に臨むというところですね。で次にまた飲用水などの生活関連施設。 今、中古住宅の購入のす、ねうん、ガイドということでご説明していますのでもちろん土地の上に建物があってじゃあその建物にはどういったインフラが整備されているのか、うん、というところで,です、ねうん、まず、飲用水電気、ガス、うん、そういったものの、えー、整備状況、うんはい、あとはあと特別な負担とかないかどうか、うん、要は指導等の負担ですとかね 私ども、他人所有の土地を道路として使ってますよとか、ちょっと一部借りてますよとか、通行量が発生してるとかね、あるかもしれないですかい。ね。例えば建て替えするときには新たに引き込みしないといけない、水道管を引き込みしないといけないとなると、そのときはまた負担金が生じますよとか、そういった部分もあったりしますので、大きく分けると、大体そういったことがポイントになってきます。最終的にには契約関する うん、まあ金銭だったりとかね契約に関する条件についても重要事項に記載されていますのでそこで大まかな契約内容だったりとかで今申し上げたこの重要事項説明書の内容がある程度把握して契約に臨んでほしいということですね、うん。うんうん でまあ、重要事項、説明とはということで最後になりますけれども、うん、その物件を買うか買わないかを最終的に判断するための大切なものですから、うんはい、十分な説明を受けてしっかりと内容を理解するようにしましょう、うんはい、内容は多岐にわたりますと、うん、まあその中でです,、ねはい、ですからおすすめなのはご契約交わす費があるじゃないですかはい、はい、その事前に確認しておくのが望まし前もってちょっと教えてくださいと。はい であと基本的に、あのー、ご案内の際に、ねうん、ある程度ちょっとデメリットになる部分だったりとかっていうのも含めて、うんあのー、この建物のこういったところがメリットっていうかいいところですよと、うん、それに合わせてただこういった制限があったりもしますとかっていう説明は案内の時から、うん、多分、宅建業に従事してるある、のー、方はやるように心がけてると思いますのでそれを改めてこうしっかりと。 ご説明すするとというこでまあ以上ですけれども、ようちゃんの方からは。はい、そうですね、まあ、重要事項説明書、まあ、今回は契約の準備をする準備をするという形ですね、すはい、じゃあ実際、契約を交わすのは次のステップってことですか、ね、そうですね、あ<ー>でまたの契約の準備をするということで、ですね、うん、契約に向けて準備するもの、うん、印鑑。あはい、まあ ローンの申し込みがあるときは実印も必要ということで、うん、で鉄鉄金、うん、出てきましたね。あと収入印紙、仲介、うん、手数料の一部、え、はい、運転免許証など、はい、ということですね。これは契約の際に準備するものですね。うん、はい。わ、はいはい、かりました。まあいろいろ大きな買い物ですからね。そうですね。今ただあのー、まあ 重要実行説明書の内容に関してはしっかり気をつけてみんながら聞きながらわからないことは質問しながらということですけどもまあ準備していただくものなんかはもうどこの業者さんもこうちょっとねこの紙にまとめてじゃあ契約の際にはうんこちらの方をお持ちくださいという形であのご案内があると思いますのでこのあたりはまあ漏れがないように準備していただければということですね、うん。はい、はい では以上でいいかと思います。大丈夫ですか。はい。ちょっと取り止めがなくなったかと思うんですけど。バッチリです。ありがとうございます。それじゃ以上でステップ5契約の準備をするは終了です。終了です。はい。コメント来てますよ。ありがとうございます。すみません。野の中の銀の蛍さんから始めましたじゃないですか。もしかして。そうですね。始めましたですね。 ご質問なんですけど共同名義だとどうなるのって、はい、書いてますねこれは購入者購入されるお客様がこう共同なんですかねそれとも売る方が共同なんでしょうか、うん、どちらのケースもありえますけど、ねうん、売る側が一応共有という場合には契約の際にこの共有者、うん、お二人だったらお二人の印鑑もム必要ですからねどっちらか一方であっても、はい、この共有例えば半分ずつ持ってるとお二人で、うん この半分ずつ持ってるお二人のうち一人と契約しても、もう半分の人と契約しないと、そこはもう購入できないことになりますから、してないことになりますので、はい、っていう部分ですね。権利者全員の署名印鑑は必要になってくると思いますね、うん。はい。だ、うんはい、と購入する場合はまあ一つの土地に対して、例えばご夫婦でね、共同で買うとかっていう場合は、お二人のまあ署名捺印、あ契約は別にね、お一人でもいいんですけど、その中で、うん。 を所有権移転するときにそれをちょっと割って、うん、持ち分で割ってとかっていうねそこはもう司法者さんとの相談になるかと思うんですけれども、ねうん、まあ前もって契約のときからですね共有名義でしたらもうお二人分のやってたほうがいいです、ねはい、後からもまた投機を、まあ、分けたり、うん、また一人にしたりっていうのもできますから契約の中身でですね、うん、えっと飼い主の指定するものに、うん 施もの,の名義に登記できるっていう条文もあるものですから、うんまあ、共有だったりとか例えば息子の名義にするとかっていうのは、うん、これはもう飼い主さんの自由ですはいそうですねはいもう一つ消防法令ご質問ありますね消防法令とかはということでクエスチョンマークあーー消防法については重要事項説明書にあ、あのー、防火地域とか準防火地域っていうものに指定されている場合には、うん そこに関してあのこういった設備であの例えばドアを作らないといけないですよとかですね、うん、あの耐火ね性、うん、のあるものを使ってくださいとかっていう説明はしますけども基本的に防火地域準防火地域ではないものに関しては、うん、その地域であるかないかだけですね基本的に項目はそこしかないですねあとはアパート用メンバ住宅というくくりですので、うん、そこで説明は。 基本的な建築基準法がメインになりますね、うん、で、その他の法令についてはまたその他の法令ってちゃんと説明する部分があってですね、うん、そこにまあ、該当するかしないかぐらいですよね大丈夫でしょうかよろしいでしょうか <laughs> 野の中の銀のホタルさん、はい、ありがとうございますありがとうございますあこういうご質問が来るといいですねそうですねはい、はい とということで先ほどちょっとあのワニの話したじゃないですか、はい、お話、急に変わって申し訳ないですけれども僕たちの先輩が小さな頃に逃げ出したワニを見たと、はい、そのお話をしたんですけれども <laughs>、はい、しし先ほどメールがありまして俺が話した俺の話を嘘と思ってるのかと。<laughs> <laughs> 本当に本当の話だからよということでですね。はい、僕たちはもうどちらかというともう信じてますから。<laughs> ね、はい。その時のと当時のこの先生ね、頭ごなしにこう外決めつけちゃうっていうその先生のまあまあまあ大人の事情だったのかもしれないですけどね。どんぐらいの大きさだったんですか。結構な大きさ出て,てましたよ。<laughs> <laughs> 疑ってかかろる。<laughs> <laughs> い,やいやでもなんか楽しいじゃないですか夢があって <laughs> あ、ねあ。でもなんか。うん でも僕お家の目の前がひじゃ川なのですけどカメ、はい、とかたまり見ますよああ普通にこうはいまあこれは別に逃げ出したとかではないって <laughs> 野生の亀どうなんですかねすっぽんなのかカメなのかすっぽんスポンとかもいそうですもんいるんじゃないねうんまあ野生もいるかもしれないね、はい、どうなんだろう <laughs> <laughs> あっという間にまた1時間過ぎますけれども残り3分弱ですかね冒頭にもお伝えしたように今週末がなんと奈緒ちゃんのね沖縄マラソンフルマラソンスタートということでぜひねご覧になってる方たちにも応援来てくださいみたいなないですかこれはまたものすごいご質問が来ましたよ。ののの中銀さんですね地主が 地主が土地が複数名義で,でしょうね、うんはい、建物も別名義、はい、借地ですね。はいはい、で、地主の一人が死亡していて相続されてない場合はとありますけれども、あのー、まずその場合ですと、どこを書いたいかにも言えるんですけれども、土地、地主の一人が死亡していて相続されてない場合は、相続人を確定まずしないといけないですよね。そ,でねれでそれから複数名義のの地主さんの すべ、あのー、ての人から,、まあ、売るんでしたら、買うんでしたらね、売っていただくという契約を結んで、かつ建物も買う購入するんでしたら、建物の所有者からも購入しますよと、すべ、うん、ての方と契約を結べば大丈夫です、はい、このケースはとても複雑,す、ね、複雑ですので、時間がだいぶかかると思いますねべての相続人の同意が必要になってきますよね、まず複数名義の土地に対して、地、うん、主のお一人が死亡していると。 うん、いうところですとね、そこのまず作業石ころさんからあ<ー>相続人が未成年の場合は,時は、えー、後見人制度を利用しないといけないですね、これは基本的にはできれば親族なんですけれども、うん、成,年成人した親族、うんはい、それがちょっといないということでしたら、弁護士さんだったり、司法書士さんを後見人に立てて、そういう制度がありますね。うんはい、確かえっ、ー、と 社,会協え社協、うん、でもそういった手続きができるという、はい、今ね結構ねそういったのもありますかね、うんまあ、そういった感じになってくるかなと思います、うん、いやでも今日はこんなにご質問いただいて嬉しいですね <laughs> そうですね、はい、<laughs> ありがとうございますあ、いえ,いえこちらこそ本当にご質問ありがとうございます改めてこのテーマね、うん、ぜひお話し,してみたいですね、はい もしかしたら僕たちの今説明で漏れてる部分とかもあるかもしれませんので、ちょっと残り時間少ないのでなかなか深入りができないんですけれども、はいぜひまたまたの機会にしましょうか。いろいろとご質問いただければ助かります。こちらも勉強になりますまた。そうですよね。はい。それじゃあ残り時間一分ですけれども来週もしくは再来週二十日二十七日どちらかで中部業者会の会長に再度ゲスト出演していただきたいと思います。 ね。一人で来るんですかねもしよければねまたね業者会の仲間たちでというところでね放送できればなと思うんですけども何か告知したいことがあるって言ってたような気がするんですけど何でしょうかね楽しみに分かりましたでは残り時間わずかですねそうだちょっと今日 宣伝じゃないけどいつも僕たちこのコーナーでですね今は住まいの購入ガイドというのを見てるんですけどインターネットの方で不動産ジャパンというサイトもありますのでそこを結構いろいろと書かれてますのでそこもちょっとご参考にしてください。ということででは明日もちさん愉快な不動産今日も聞いてくれてありがとうさーんラストに相続人が外国にいて連絡つかないときはすいうところです。これ これ確定させないといけないんですよね。もしくはまあまあここ来週にしました。うんうね、石ころさんすいません。